今日はマッチコミの収録でした。今は夜ご飯を食べてます。うん、楽しかった。今日もとてつもなく今はママが作ってくれた餃子を食べてます。めっちゃ美味しいの、ママの餃子。今日は本当に楽しかったんですけど、ちょっと楽しすぎて体力を使いすぎてめっちゃ今もう疲労しかないです。だからご飯を食べて復活しています。私はお酢と胡椒で食べてます。お酢と胡椒。ほっぺ痛かったね。ほっぺ？この食べ方は友達に教えてもらいました。おすすめです。今日のバチ恋は、いや楽しかったですね。ちょっと何をしたかはちょっと忘れました。盛りだくさんすぎて最後の方はちょっと記憶にありません。本当にでも楽しかった気がする。うん、何3枚食べた。いいの、この前ねチーズナン食べた。チーズナン食べました。なんか今ね下北沢でねカレーフェスティバルみたいなのね、今終わってんのかな分かんないけど前やっててね、めっちゃ美味しそうなお店いっぱいあった。今日は盛りだくさんでしたね。うん、うん、お猿さんがいっぱい来た、ありがとう。お猿さんがいっぱい。
やろ、終わっちゃった。ミラーボール来たけど何もできなかった、ごめんね。やばい、ちょっともうすぐなくなっちゃう。20個ぐらい食べたかった。なんか無事に100回を通過しました。通過してません、まだ放送されてないので何が起こるか分かんないので通過してません、まだ。昨日はプレゼントの手紙を抱きしめて寝ましたか？寝ましたよ。めっちゃお腹空いてきた、どうしよう。もちろんです、抱きしめながら寝ましたよ。今日さ、喋りながらずっと思ってたんだけど、口の中がめっちゃ痛かった。喋ってやっぱさ、こう口を動かすわけじゃないですか。だからさ、すごいさ、なんか痛い。手紙書いたので明日持ってきます。嬉しい、ありがとう、楽しみにしてます。明日の公演は10代メンバーがいません。何なの？そう、なんかすごいやっぱりずっと喋ってるから、 MC はさくちゃんが一番喋ってるんだけど、特に私もまあ他のメンバーよりかは喋る部分とかが多いので、そうですね、口が痛いです。そして明日は久しぶりの公演、エイト公演なので、もうどうしよう、ちょっとやばいですね。頑張んなきゃ。今日は早く寝ます。そうですね、もういっぱい寝ないと。10時間は寝たいので、10時間寝て、でさっきマネージャーさんに言ったら、いやもう10時間は寝れませんって言われたんですけど、寝ます、睡眠大事なので。まだお風呂にも入ってないし、ご飯も食べてないので、全部本当にお腹すいた。なんかさ、なんて言おうとしたか忘れちゃった。やばい、今日頭使いすぎてもう頭の脳みそがなくなってるわ。あ、そう、めっちゃ寝れるの。なんか最近、昔からそうだけどさ、
本当に例えば、まあ、12時に寝るとするじゃん。で一回8時とかに起きるんだけど、なんかあまだ眠いわ、ちょっと携帯触ってあまだ眠いわと思ってもう一回寝るじゃん。して気づいたら、うん、まあ、12時とか2時とかまで、なんかお休みの日ね、もちろんお休みの日とか寝ちゃうことがあって、あ自分ってこんなに寝れるんだってすごいね、感心というか、なんかすごいびっくりしたこの前。えでも本当にそう爆睡できるのでいいことです。ちょっともう今日も早めに寝ないといけないんですけど、みんなとちょっとおしゃべりだけしたかったのでショールームしちゃいましたけど、もう寝ます、もう寝ます。明日もね、公演あるので楽しんでいきたいと思います。面白かった今日。あまああんまりちょっと何をしたのかはあんまり言いたくないけど、今日はねちょっとまあざっくり言うと、運動会ではないけど運動会っぽいこととか、あとは歌も歌ったよ、みんなが好きな、みんな歌好きでしょ結構。ゆきりんファンですが最近なしちゃん気になってきました、嬉しい、ありがとう、嬉しいです。ゆいに写真集のこと聞いた？もういろいろやりました、楽しみ。ゆいちゃんの写真集、なぜ今日朝起きてさパッて携帯見たらさなんか出てきてさ、えっって思ってそこで知ったから、ですぐあのなんかの記事を見て20秒くらいでいいねをした、すぐもう、あゆいちゃん、えやばい、いいね。あとなんかゆいちゃんの写真集の公式ツイッターみたいなのもフォローしました、フォローしました。もうちょっといろいろ最新情報を手に入れないと、あでもね、あ言わない方がいいかな、だちょっとね見せてもらったんですよ、ちょっとだけね、めっちゃ可愛かった、めちゃくちゃなんかここ最近で一番なんか嬉しいニュースじゃないけどえっって思って、ずるいやっていいでしょう。いや皆さんぜひお手に取ってください、私は絶対に見ます。もうほんと楽しみ、本当に楽しみ。メンバーのね、なんかしかもさ、その写真集ってさすごいやっぱカメラマンさんが何枚も何枚も何百枚も撮ってくれるからさ、その普段とは違う表情とかが見れるじゃん、なんかちょっとかっこいい表情だったりとか、なんか雰囲もう思いっきり笑った顔とか、やっぱ思いっきり笑った顔ってさなんか不意の瞬間しかさ見せられないじゃん、このはいチーズって撮ったら絶対さ 100% の笑顔ってさ出ないじゃん、なんか決めちゃうじゃんこうやって。でもその写真集の表情とかってめっちゃいいやつあるから、やっぱカメラマンさんってすごいなってとても思います。本当に素晴らしい写真集の撮る
カメラマンさん。すごいよ本当に。楽しみです。皆さん、明日はオンデマンド見ててください。当たった人は劇場でお会いしましょう。楽しみだな。リート公演なんか。ユニットも含めて私結構好きなんです、エイト公演楽曲が。だから楽しみ。楽しみ。私もね、出るので。明日久々に朝見れる、やったね。オンデマンドで見てるよ、ありがとう。 VR で七瀬だけ見ます、それもあり。そっか、確かに VR だったらずっとさ推しメン見れるか。あ、めっちゃいいね、めっちゃいいね。確かに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 、うん、いいわ。それはそれで。オンデマンドはまあ表情がちゃんと見えたり、そのメンバーをこうなんていうの、まんべんなく見れるけど、 VR だったらね、しかもなんかすごいいろんな、こうやって360度見えるから。23日なんせの話があるあります、あります。VR 酔っちゃう。あー確かに酔いが。VR に手を出す勇気がない。うーん、 VR の見送りでなでなで期待してる。昨日も実はやりました。バチコの収録うなたんいたの、それはお楽しみに、と楽しみにしててください。VR は何の略、確かに何だろうね。VR 何ですか。バーチャルリアリティ、おお、なるほどね。バーチャルリアリティだって、確かにそんな感じするわ。知らなかった、結構リアルに。VR 確かにぽいわ。日本語で仮想現実、なんかちょっとなんかちょっとなんかちょっと仮想現実、仮想なのか現実なのかよくわかんない。顔見てたら好きになりそう、やばい、また来ます、待ってます。多いお茶って一番売れてるんだ。
多いお茶って一番売れてるらしい。すごい。あ、あれよ、もうこの俳句読もうと思ったけど漢字が読めなかった。やばい、餃子もっと食べたい。餃子美味しかった。ママの作ってくれた餃子が世界で一番美味しいです。ちなみに私の作った餃子は世界で2番目に美味しいです。ちなみに中華料理屋さんの餃子は世界で3番目に美味しいです。餃子の王将は世界で4番目に美味しいです。兄包むの得意。包むのさ、なんかさ、こう私は包む時に2個一緒にこうやってやるんじゃなくて1枚だけをこうやってピュッピュッってやるんですよ。それ結構ね大変ですよね。でもそれをマスターしました。レイちゃまの餃子とどっちがうまい？レイちゃんの餃子？なんだ？人の家の餃子食べたことないのでわかんないです。でも多分うちの方が美味しいです。あ、私のランキングなんでこれは全然私が思うけど、あ、西川れいちゃん、うん、好きなんだ餃子。あ、よく作ってるんだ。へえ。いや、多分私ランキングだと私のママの作った餃子本当に美味しいんですよ。ええー、そうなんだ、餃子好きなんだ、知らなかった。餃子といえばなんかうちだとマリアとか、あ、ひーちゃんか、ひーちゃんだ。でも餃子嫌いな人ってあんまいなくない？まあ、なんかニンニクがダメな人とかニラが食べられない人とかだったらいそうだけどさ、餃子が食べれない人ってあんま聞いたことない。なんかみんな好きなイメージ。餃子ってなんでこんな美味しいんだろうね。本当に美味しい。なんかよくさ餃子さ、なんかキムチチーズ餃子とかさ、納豆餃子とかいろんな餃子にする時あるけどさ、なんだかんだでやっぱシンプルイズザベストって感じ。
うどん餃子、あれすごい声出ちゃった。うどん餃子って何？知らないんだけど。うどんなのか餃子なのか、あ、うどんの中に餃子が入ってるってこと？ややこしい。すごい、でも美味しそう。いや想像つかないわ、美味しそうって言ったけど。なんか餃子もうどんも好きだけど、うどん餃子にされるとん？ってなる。あ、水餃子入れんの？そういうこと？ああ確かに、でもそれは絶対美味しいね。皮が厚めのゆで餃子、皮薄い方が好きかも。薄い皮の方が好き多分だけど、タレにラー油入れるのはあり、あり、むしろ入れる、めちゃくちゃ入れる。餃子ネタめっちゃ盛り上がる、確かに盛り上がってきたところですが、私はそろそろ終わりにしたいと思うのでランキングを読みます。13位は、香港のケーキアットマークのアレンジアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。12位はアマグリドンアットマークのアレンジャーさん、ありがとうございます。11位は YS73 さん、ありがとうございます。注意は手品で殺生をし、七瀬神様運が悪い時どうしよう教えて、アットマークなるんじゃ、運が悪い時お祈りする。9位は台湾のジャホンさん、ありがとうございます。8位はタクパッパさん、ありがとうございます。7位はトアットマークなるんじゃさん、ありがとうございます。6位はしんのすけべアットマーク涙に沈むすけべさん、ありがとうございます。5位はよしのりアットマークなるんじゃさん、ありがとうございます。4位は KITT さん、ありがとうございます。3位はパンダアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。2位は国アットマークナラセのオペが好きナラレンジャーさん、ありがとうございます。1位はナビ公式収録お疲れ様明日ガンバアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。それでは皆さん、はい、みんな私をミルフィーユー、バイバーイ、ご飯食べてきます、さよなら、また明日、メルフィーユありがとう、バイバーイ。